シャロムダジャハオチョの意味だ天国家ウジンです。天国家の山本浩一です。はい、ということでね、結構立てるんだね今日はね。さあ、そうするとどこら辺を補強していきますか。これよくやる手なんですけど、ホワイトを使ってなるほど、なんか考えたりもします。まだ1回目なんで、あんまりホワイト使ってやるってことはあんまりしないですけど、まあ今日はね、特別に、ね、これは5分かなんかで、5分だと思います。なんかいろいろ混ざっちゃってるかもしれないですけど、とりあえず白いので、例えばまあ、この辺取っちゃったらどうかなとか、ああなるほど、まあ、残してた方がいいなとかっていう、あのちょっとずつ見ながら、結構まあでも確かに大きいのやつってさ、丁寧にやらないとさ、1個のズレがもうおかしなことになっちゃうからね、ちっちゃいとこ任せるけど、ちょっとまだやっぱり硬さが残ってる感じがするんで、そういうあたりをなんか修正したいところですね。字は叩かないの基本的に。いや、叩きますよ、後でやる。こういうあたりになんかちょっちょこってやったりもします。まあ大体ですけどね、まあここやるかどうかちょっと分かんないですけど、まあとりあえず試しでこう、あの一回インを押してから白でね、あのあれでもいいんだよね、なんていうか修正液とかでもいいんだよ ね、 そうですね。でこうこういうやつで、やっていくと、ここのところ取ったらどうだろう、それでうまくいかなかったらまたここの、まあもう一つ2枚押してね、それと比べながら、ここを取るべきか取らないべきかって、また主木でこう足したりしながらやってってもいいしね、こういうやり方があります。じゃあ音を、まあ、ちょっとずつやっていこうかなと思います。で、補刀になると自分は結構慎重になるんで、あのそこまでは大胆だけど、補刀からが慎重ね。押し刀を使ったりもしますね、やっぱり。押し刀にするのと悪刀にすると性質変わったりするの？1回目の掘りだと押し刀はあんまり使いたくないというか、勢いが出ないので、それはちょっとなんていうんですかね、遠慮じゃないですけど、避けてますね。でも基本的に押し刀使わないじゃん、はい、引きでやるでしょ、はい、引き刀で大きいのを引きでやると力入るのって感じ。いや、引きでやった方が力入りますね。悪刀じゃなくて普通の、やっぱりこっちの方が力入るんで、それでやることが多いです。でも悪党慣れてない人すぐ飛ばしちゃうと思うんだよね。飛ぶでしょ。飛びますね、そういう時どうするの。飛ばないじゃん、山本君やるとポン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 。いや、まあ運ですよ、うん、運というか、まあ慣れだと思うんで、どれくらい深くするか。うん、東方伝え方しってここだと思うんだよね。同じ風にやってるはずなのに、同じ陰頭で掘ってもダメだからね。同じ陰頭、同じ陰材でやっても飛んじゃうから、普通あんな力入れてやったら。確かにそうですね、まあ、でも小も一緒だと思いますけどね。羊毛でどうしてそんな深い線が出せるんですか。そうだね、同じだね。腕の場合まだわかんじゃん、毛が柔らかいからさ、それに力を加えるけど、陰頭の場合だとほぼ同じだからね、みんなが使っても硬さは。まあ、どこに神経注ぐかって感じじゃないですか、ね、これ難しい。その陰頭のどこに神経注ぐかって、そんなのできんのかって話だからさ。やっぱ見てると気分いいな、でかいの掘ってみるのは楽しいですよ、
インクを練るときってどんぐらい練るの？何日も練るの？まあ結局かもしれないですけど、あんまり練りすぎてもできないやつは多分できないので、うん、ああそうか、うまく引っかからなかったら、うん、うまくいかなかったらそれはやめるみたいな、まあ、また寝かせとくって感じですかね、うん、ホルモン群ってどうやって決めてんの？展覧会一時期自分はどういう人間だとかそういうのも考えた時期ありましたけど、うん、結局それだと形にならなかったりするんですよ、うんうん、なのでもう最近は形になりそうなやつを片っ端からやってみてね、はい、でもさだんだんこんだけ長いこと展覧会って1年に何回もあるわけじゃん、はい、そうするとさ文言がなくなってくるわけじゃん、そうですね、好きなものあれ選ぶの大変だよなと思って、うん、だって1年にさ 5,6 回展覧会あるわけでしょ、はい、そうそう、その度ごとに違う文言を掘らなきゃいけないわけじゃん。ですね。多い人なんて3個ぐらい掘ってるわけだからさ、そうするとさどうやってみんな選んでんだろうと思って、であと重なるの嫌じゃん、有名なもんね、和光同人とか何人かいるわけだからさ、はいはい、でなんか有名な先生が昔やってたやつとかは避けたいですし、そうね、そうなのよ、もう有名な作品があるとそれはもう、そこがね、もう手垢がついた作品になっちゃいますから、うん、ちょっとやりすぎたな。やめ時ってどうしてる？とりあえずまだほとんどしたら1回目なので、うん、ここでは結構やりますね。で結局やっちゃいますね、ある程度は、うん、まあ、あとは一回掘って、うん、まあ、大体夜掘ることが多いんですけど、うん、ほとんどは次の日に回しちゃうとか。ああなるほどね。でも寝かした方がいいよね。そうですね、冷静になるんで。ここダメだなと思ってすぐ掘りたくなっちゃうからさ、はい、意外にそれが良かったりするから、ね、そうなんですよ。あとは気にならないとか、うん、この線太すぎたと思って慌てて細くすると太い方が良かったりするから、ね、大きいんだと多少傷ついてもね、そんな目立たないからね、埋もっちゃうからね、押すとき、どうしようかな。どこのやつだね。なんかこの4本が単調な気もするんで、どっかくっつけちゃってもいいかなって気もしてるので、うん、なんか急に慎重になる。結構取ったね。これで直してるところとはだいぶ多く取ったね、こことかね、うん、さあこれがどうなるかちょっと楽しみだね。紙何使ってんの今？これ白蓮ですけど、ずいぶん分厚い白蓮。そうなんですよ、最近白蓮二層白蓮じゃないかってぐらいの厚さになってまして、昔のあの一時期のペンナンペナの透けちゃう白蓮じゃないの？じゃないんですよ。白蓮も当たり外れが多いからなですね。モーヘンも、もうモーヘンもそうだけど
これさ、陰で抑える手が辛いよね。そうです。あの特に女性は大きいやつはおすすめしないですね。でもインこのこのぐらいの大きさで陰の方を叩きつけるっていうのは珍しい。普通逆になるから、はい、いいなこれ。あれんで擦るときのコツとかね。あのこの一応目があるんで、あんまり自分この横には動かさないですかね。まあ師匠はこうやって丸やってましたけど、で、まあ、薄くつけたいようなところなんかはちょっと軽くしたりとか。これあれだな、朱入れる前のやつ。ああそうですね、うん、はい、だいぶ字の方も崩してくる。ここはあんまり見えなかったね。さあもうこれで完成ですか。ちょっと拝見します、こっからが悩みどころだよね。もうこれでももうほぼ完成なわけじゃない、はい、それをどうこうやってこれ以上手を加えるべきか、わざとらしくなっちゃうかならないかみたいな。ここうまいね、こういうところうまいね。こう自然さがいいよな。ただまあもうちょっと、なんていうんですかね、目立つというか、生っぽいところが見えるんで、そこを少し取って終わりにしますかね、さあ最終試合で。これ次の日とかさ、また見えてきたらまたそこで直したりするの、はい、まあ、する時もありますけど、もうなんか自信ない時はしないですね。なんか自分はこの角なんかちょっと尖りすぎてるとなんか気になるんで、見てたらなんか大きいの楽しそうだなと思う。こんだけ気持ちよく触れたら。ぜひ宇人さんも大きいやつを見せてください。だって俺もうどんどん小さくなって、車中点出してた時もさ、最初はさ5センチぐらいで頑張ってたんだけどさ、5センチきつくなって1寸になって最後2センチだと思う。7分7分で出した。並ぶぐらいだったら売れるじゃん。まあそうですね。6センチの印売れない。時々なんか欲しいって人いあの注文してもらえますね。まあでもでかいのはやっぱりあのでかい作品書く先生とかですけどね。ああいう先生たちどうやって押してんだろう。だって分厚い画線紙でさ。そうですね。2層のやつでさ、押すの大変でしょ、あれ。印で良くなきゃダメだし。そうですね。油乗ってないとダメだし。油乗りすぎてたらべちゃべちゃになっちゃうし。だってあんなでかいと裏からバレンっていうわけにもいかないですよね、普通は。よく綺麗に押してるの。よくあれ足で踏んづけてるからね。っていうのも聞きますね。の印の上乗ってこう。うん、あれ宙ついてたらできねえな。そうですね、だから宙ないやつで頼むっていうような先生もいますし。このぐらいの厚さじゃないと押せないもんな。
でしょうかね、うん、この時はなんか実際のやつで見たいなって感じですね。へばってましたね。ゆるゆるになっちゃった。ゆるゆるになっちゃったらどうしようもないからね。うん。でも何年かぶりにちょっと混ぜてあげましたけど。うん、いや混ぜたら余計ぬるぬるになっちゃいました。でもまあまあ復活してくれましたね。まあこれはそんな変わんないかな。でも掘ってる本人にはよく変わるんですよ。押し方によって全然違っちゃうからね。ですね。うん、だから特に、まあ、小さいのだったらそんな気にならないけど、この大きさだとさ、ちょっとかぶった部分とちょっと薄い部分と押した時で全然違うからね、うん、雰囲気が。展覧会の時何枚ぐらい押すの？押すのは1枚か2枚ですね。あ、そうなんだ。あの結局楽観を書いて、うん、で、まあ、その楽観を書いたやつで、あ、楽観書いてからやるんだ。そうです、うん、さあ完成でよろしいか。まあこんなとこにしておきましょうかね。はい、完成。平中じゃじゃん、大きいよほらね、という感じでね、こんな感じ。わかるかな、ということでね、この大きい印をこうね、平中と山本くんか大きいかあれだけど、ね、展覧会これから大きい印挑戦するとさ、やっぱり見えてくるものあるよね。小さい印では見えなかった表現、例えばね、掛けなんかつける時でも、小さいのだとね、そんなにね、こうどこつけるかってそんなこだわらなかったとしてもなんとなく見えちゃうんだけれども、大きいやつはもう的確に狙って掛けを作っていかないとそれが効いてこないんだよね、うん、だから大きい印作るっていうのは勉強にはなるよね、大変だけど、ただこれ一人でこれどうやっていくかってなかなか難しいからね、大きいに関してやっぱり先生、誰かしらの先生ついた方が、で古典でね、大きいの見本があればいいんだけれども、そうですね、ないんだよね、もう五章席にしても長子剣にしても、この日本人のね印人は結構いる、乱体とか大きいの掘ってるけれども、江戸の人なんかも結構大きいの掘ってるけど、この大きさを掘ってる五章席の印あるかな、まあ、もしかしたら立ち数になればあるかもしれないけど、2文字4文字とかではないわけですよ、そうするとやっぱりね、現代作家たちがね、この展覧会用にいろいろ考えてね、作ってきたから、それそのノウハウっていうのはね、やっぱり現代にしかないんだよね、ということで、そんな貴重なでっかいをですね、山本先生に掘っていただきましたけれども、ということでね、今回はねこんなところで終わりたいと思いますので、山本先生にっこりさようならを言ってください。さよなら。